どうも先輩私を呼び出したりしてそんなに会いたかったですか <laughs> 照出れなくてもいいですそれで何かありましたかまずは話す前に座らせてくださいほら先に座ってください出ないと私が座れませんからほら早くそこまで長話じゃない、うん 仕方ないこういうことやめないかですかああなんでですかえ彼女そそんな嘘つかなくても本当の話そうなんですねあ今からでも私と付き合いませんか そうですよね。幸せに。今の時間を大切にお過ごしください。それと、しばらく部室には行きませんので。では。先輩お久しぶりです。あの、今日の放課後空いてませんか？その最後になるので。 少しお話がしたいななんてえい,いえ引っ越すことになってしまったのではいそれとこれはわがままなんですが最後に甘えたいななんていいですかありがとうございますではまた放課後に どうぞ入ってくださいいえこの家は残す予定になってます何でも新しいのを建てるとかはいそれでは私は飲み物とお菓子でも持ってきますお待たせしましたはいでは失礼しますほら先輩 ちゃんと腕を前に持ってきてこの何とも言えない感じ好きですやっぱり先輩の足の上に座るのは気持ちがいいですはいえっと引っ越す先は先輩ちゃんと腕を回しておいてくれないと 眠いんですかそれじゃあ暗くなりきる前には起こしますからはいおやすみなさいおはようございます何で起こさなかったかですか起こすはずがないでしょこんなにも無防備な先輩が近くにいるのに <laughs> 私が何もしないと思いましたはい拘束させてもらいましたこれで私のものですね彼女ああの女ですか伝言をもらってますよと言ってもスマホで録音したので。 これですね。どうぞそんなわけがないと言われましてもあの女が言ったことですし切羽詰まってるようだったのになんで録音できたのか <laughs> そこまで行けばわかりますよね ししましたはいあの日彼女ができたって言った日に誰かを特定して次の日には手を出していましたあの女の家庭は意外にも困窮していて少しお金の話をしたらまあ他にも少し怖い思いをしてもらいましたが <laughs> 普通の学生の恋愛感情なんてそんなものですよでも私は違いますずっと先輩だけを見て愛していますそこらの女とは違うんです何ですか今回のことを公にしない代わりに解放しろですか <laughs> 先輩 取引っていうのは利用者に得があるから成立するんです先輩を逃がすのが私の得なわけないじゃないですかそれに先輩を外に出さなければ情報が漏れることはありませんあの女にもきつく言っておきましたしほらちゃんと愛してるって教えてあげますから こんなにも愛しい後輩が愛してあげてるって理解してくださいこうやって抱きしめてぬくもりを感じてください <laughs> それじゃあこの後もっと愛し合うためにお薬をってなんだ先輩興奮してるんですね生理現象だなんて言われても 本当に無理ならそもそも興奮しないはずですし本当は相思相愛だったんですね嬉しいですそんなに照れ隠ししなくてもそれとも今回の私の行動俗に言う寝取りですよねそれに興奮してしまったんですかどちらにしろこの後 溶け切った顔を見せてくれればそれが答えですから <laughs> 気持ちよくなれればそれでいいんですいっぱい私を感じてくださいね